皆さん、こんにちは。風邪をひいてしまうと、ただウイルスのなすがままに身を任せるしかない気持ちになりますよね。風邪の症状が出ると、それが治るまでとにかくひどく疲れるものです。そこで今回は、今から始めたい風邪をひかない、悪化させない方法についてご紹介します。 1. 加湿器をフル稼働。湿度が低いと気孔が乾燥してしまい、ウイルスや細菌の体内への侵入を防ぐ力が弱まり、風邪をひきやすくなります。なので加湿器を買って空気が乾燥しだしたらフル稼働させるのが正解です。加湿器を使用すると粘膜を保湿できます。そこで忘れてはいけないのが、暖かく湿った環境はカビが増殖しやすいので、加湿器は常に清潔にしておくことが必要です。 2. ビタミン D をたくさん摂る。ビタミン D 不足の人は、十分足りている人に比べ、咳、喉のイガイガ、鼻づまりなど上気道の感染症にかかりやすいことが分かっています。これは細胞で起こるウイルスや細菌から防御するための免疫反応は、ビタミン D によって促進されるからです。いくつかの研究で、ビタミン D を1日あたり 400IU 摂ると気道の感染症予防に有用であることが分かっています。なので、ビタミン D が足りていないと感じたら、医師に相談してあなたに適したサプリメントを教えてもらいましょう。 3. 手を清潔にして、手で目や鼻、口に触れない。私たちは無意識に手で顔を触っています。ある研究では、研究の参加者が平均して1時間に16回も手で顔に触れていました。風邪やインフルエンザが流行る季節に、それは禁物です。手を清潔にしていないと、感染者やウイルスが付着したものから病原体が体内に侵入しやすくなるそうです。そして常に手を洗うよう習慣づけて、石鹸を使って少なくとも20秒間指の間や爪先までしっかりとゴシゴシするのが正しい洗い方です。 4. スマホを消毒する。今日一日、あなたのスマホをどこに置いていたか思い返してみてください。キッチン、トイレ、レストランのテーブル、最近のお祭り状態とはまさにこのことです。ある大学が行った調査では、スマホには便座の約10倍の細菌が付着していると報告されています。なので、除菌シートを使ってスマホを除菌する方法をおすすめします。ただし、その際にはスマホの電源を落として、除菌シートの余分な水分をしっかりと絞ってから拭くことです。漂白剤はウイルス除菌には適していますが、電子機器に使用すると故障を起こすことがあるので注意が必要です。 5. リラックスできる時間を持つ。ストレスで疲れ果ててしまっていると、風邪をひきやすくなります。ストレスはコルチゾールという免疫機能を弱らせるホルモンを過剰に出させます。なので、まずはゆったりした気分になることを優先してください。ヨガや瞑想に挑戦したり、自然の中を散歩したり、あるいは
仕事から帰って家族と一緒に夕食を作ったり、心身をリラックスさせて一日の疲れをリセットしましょう。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。